皆様、本日はスイングジャズクルーズ2024にお越しいただきありがとうございました。さまざまなバンドの演奏をお聴きいただけましたでしょうか。2日間合わせてどちらの会場でも熱い演奏がされていたと思います。本日のイベントもいよいよお別れの時間が近づいてまいりました。出演者の皆様、素晴らしい演奏本当にありがとうございました。さて、次の演奏で本日の演奏は最後となります。それではご紹介いたしましょう。関西セレクションの皆さんです。紹介文読ませていただきます。関西セレクションです。今回はベルノーの名前でも知られるミュージシャン安藤光平さんとの共演の機会をいただきました。ご来場くださる皆様のために最大限ステージをお楽しみいただけるように望みますとのことです。それではお楽しみください。関西セレクションの皆さんです。そして、トナサックス、瀬山ひろきでお送りします。
ね。あるさつなかけんかろうよ。そして村上聖和、そして今林みんな、その慶太郎、そしてドラムのこちら側から田中由衣、堀江彩里、ごめんしたもんね、だけど石谷亮、ですね、ちょっと待ってください、岩本昭弘、そしてトランペットこちら側から三村達、門原亮太、高野凛翔、江口多門、そして船木純平、そしてリズムセクションですね、こちらピアノコルティ山本夏樹、そして、ベース坂口の、ギター峰智樹、そしてドラムス倉佐光太、そして先ほどの曲、僕はそこら辺にフラフラ歩き回ってたり、何をやってんだお前だという感じだと思いますが、パーカッションの上岡和樹と申します。こちらのメンバーで撮ってくださっていただきます。そしてですね、早速なんですけども、2曲目からゲストの安藤光平さんをお迎えしたいと思います。今日本で、非常に有名で活躍されているアルトサックスプレイヤーとして、今回は安藤光平さんをお呼びさせていただきました。
ただいて、安藤さんの楽曲アセンションと SKO という2曲の曲をお聴きさせていただきました。1曲目アセンションで、ピアノコルテ山本夏樹、そして2曲目、SKO でトロンボーン田中優衣、そして先日ながら私和樹ソロさせていただきました。安藤さん、実は僕らこの中でも出場したメンバーが非常に多いんですけど、ヤマのビッグバンドジャズコンテストという大会にかつてソリスト賞を取られた方としても僕の中では非常に有名なんですけども、やはり、先ほども打ち合わせをしてきたんですけども、目の前でうわこんな聞かされたらこの後どうしたらいいのかという感じで打ち合わせも楽しい空気でやらせていただきまして、ありがとうございます。この度は本当にありがとうございます。どうも安藤でございます。ありがとうございます。いや神戸はですね、実はその先ほどご紹介していただきましたけど、大学生の大会の前に僕中高からビッグバンドをやってまして、市民会館でやってるスチューデントジャズフェスティバルってあるじゃないですか、あれのにも中3ぐらいから出場させてもらってて、なんかそういうこともあって結構神戸ってすごいゆかりが自分の中でジャズ始めたとともにこうよく通っている街でもあって、で最近はですねこうちょっと地下の薄暗いところで演奏することが多かったんですが、神戸は久しぶりにこのなんかオープンな空間で演奏できて、大変楽しんでおります。最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では作曲じゃない早速なんですけども3曲目の方に参りたいと思います。安藤さんをフィーチャーさせていただきまして、バラトボアラフヤお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。ブランドのラフィアでした。ですね、今回は、まあ、1曲目は関西セレクションだけでやらせてもらって、1曲目から安藤さんとご一緒させていただいて、最初にやらせてもらった2曲は安藤さんの楽曲で、今の曲は別の方の楽曲なんですけど、安藤さんとソロフィーチャー、ぜひとも安藤さんでこの曲をやってみたいというメンバーの声から無理をお願いいたしました。よくやってますか？よくやってますか？それは良かったです。いや、すごく良いものを聴かせていただきありがとうございます。もう実は次の曲で最後になってしまうんですけど、次の曲も安藤さんの曲で、SYPE Show Your Pentatonics という曲をお送りをさせていただきます。最後の曲になるのでソリストの方を紹介させていただくんですけども、バリトンサックス、園慶太郎、そしてトランペット、船木純平、それからソロができるメンバー皆さんですということで、ぜひともお楽しみください。商用ペンタトリックス。
スメッチョンでした。ありがとうございました。なのですが、ちょっとアンコールをご用意できておりませんでしてですね、本当に申し訳ないのですが、はい、またよろしければこのような学生のイベントとかにも足を運んでいただけますと大変我々も嬉しく思いますので、またよろしければご協力、ご参加よろしくお願いいたします。また深田このイベントを開催してくれた実行委員の皆様に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。改めまして関西セレクション、そして安藤浩平さんの演奏でした。ありがとうございました。本日のスペースシアターの演奏はこれにて終了となります。演奏の方お楽しみいただけましたでしょうか。出演してくださった皆様、ご協力してくださった関係者、企業の皆様、そしてお越しくださった皆様、本当にありがとうございました。お帰りの際は気をつけてお帰りください。また来年お会いできるのを心から楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。